皆さんこんにちは。なんか定期的に引っ越したくなる衝動って何ですかね。なんか僕ここに住んで2年半ぐらいなんですけど、いい家でねすごい気に入ってるんですけど、なんか約2年ぐらいのスパンで引っ越したくなるんですよね。みんなもそういったことありますか？なんかね、都内でおすすめのねいいマンションあったら教えてください。個人的に好みなのはモダンな感じ、モダンでなんか綺麗な感じが好みっすね。みんなどういった基準で引っ越し先決めてますかね。なんか例えばさ、駅から近いとか、あとなんか壁がねちゃんと木造じゃなくて鉄骨コンクリート、鉄筋コンクリートでできてるとか、これは絶対押さえておいた方がいいよみたいなことがあったら教えてください。で、今日はですねメイン動画でね縄文の動画アップしたじゃないですか。日本最古の文明と呼んでいいのがいいか分かんないけど、日本最古の時代、その動画作ってたらギョベクリテペのことを思い出して、日本だけじゃなくてね世界各地でシュメール文明よりもはるかにね昔に文明が存在していたかもしれないというお話。今日はそんな感じで、純粋にロマンをね味わうために、ワクワクするためにね、古代のね最古の遺跡の謎を見ていきましょうか。1994年10月、トルコシャンルウルファの丘の上で畑を耕していた羊飼いが、何やら地面に埋まっている奇妙な形の石に気づきました。石が畑の邪魔になるかと思ったので掘り出そうとしたところ、思った以上にでかそう。不思議に思った農夫が奇妙な石の周りを掘ってみると、その石は大きな柱のようなものの一部に見えたというんです。実はこの一帯は1960年代からアメリカのシカゴ大学チームとトルコチームで発掘調査をしていた場所で、その後ドイツの考古学チームが引き続き調査していたんです。その経緯をこの農夫がね知っていたのか分かんないですけど、すぐにね地元の博物館に連絡したんですね。するとすぐにドイツ考古学研究所のクラウス・シュミット率いる考古学チームがやってきて、発掘調査が開始されたんです。すると農夫が掘り出した石の全容が見えてきて、そこには巨大な T の形をした柱が埋まっていたんです。さらにその周りも掘り進めてみると、なんと柱の周りからは広範囲にわたるかなり大規模な遺跡群があることも判明したんです。そう、これが超古代遺跡ギョビクリテペの発見だったんです。なんで以前の発掘チームがねこれ気づかなかったんですかね。まあ地中深くにね埋まっていたのか分かんないけど、ただのね農夫が発見したっていうなんかちょっとそこ不思議だよね。何か隠したいことがあったのか。実はここ一帯は発掘チームが訪れる前から地元の畑として使われていた場所だったので、もともと畑に邪魔な石とか巨大な岩をね運び出されていたそうなんですね。だからね、まあ一応見つけやすい状態でこの農夫が発見することができたと。クラウス・シュミットのチームの調査が進み、石などの年代を測る放射性炭素年代測定を行ったところ、なんとギョベクリテペはこの地球上で最も古く高度な文明と言われていたメソポタミア文明よりもさらに約7000年も古い文明の遺跡であると測定されたんです。しかも調査を進めて判明したのは、このギョベクリテペはすでに紀元前8000年の時点で地中に埋められていたということでした。他にも一番古い放射性炭素年代測定が紀元前約1万2000年前のものということも発覚し、ということはね、この遺跡は何度もね建設されて、そしてまた埋められて建設されてみたいなことをおそらく繰り返していたんですかね。それなんかちょっと不思議だけど、本当に何か隠したいことがあるのか。まあとりあえず約紀元前1万4000年前にすでにねこういった何かしらの文明が存在していたということで、それは非常に興味深いことですよね。ロマン爆発。まあね、1万4000年前っていつやねんって思うでしょ。紀元前1万2000年といったらまだまだね旧石器時代、ギリギリ新石器時代に、ね映ったとされている時代なんですね。まあ氷河期がちょうど終わった頃なので、人間がまだマンモスとかね追いかけてたような時代ですよ。まあ僕はねアメリカに住んでいたので原始家族フリントストーンの方をね見ていたんですけど、まあヤバダバドゥみたいな感じですかね。なのでその頃の人類はまだね資料をねベースとした生活をしていたんですね。今現代の考古学界では約1万2000年前ギョビクリテペが建てられ始めたとされる時代では、さっきも言ったようなね基本狩猟を行っていたので、獲物となるマンモス、いやマンモスかしらないけど、まあとにかくね獲物を追いかけながら移動していくっていったね生活をしていたので、特定の場所に住むといった定住や何かを育てるといった農耕は始まっていないとされているんですね。まあこれはメイン動画のね縄文の動画でも話したのでわかると思いますけど、まあ常にね移動していたら本当農耕ね、安定した農耕ももちろんできないし、このなんか遺跡を建てるといったこともできないですよね。まあ常にせっせ引っ越ししてばっかなので、僕みたいにね2年に1回引っ越してるから、なんか建てるといったことが難しいんですよ。なので考古学者たちが本当悩まされたんですね。
なんで彼ら移動していったばっかなのにこういったものがねできてしまったのか。ただ本当に彼らを悩ましたのはそのギョベクリテペの構造だったんです。このように円形を中心にデザインされていて、間に T 字型の石の柱が立っています。中心部分には2本のモノリスが立っていて、その周りを円形の壁が覆っているような形になっていますよね。石には様々な動物が彫刻されていて、動物たちはこの T 字型の柱の守護のような、役割、または狩りの成功を祈ったものではないかと考えられているようです。この T 字型の柱は全て人間を表していると言われているんですね。なんか横から見た人間ですかね。そしてここでは人々が住んでいたという形跡がないことから、宗教施設として使用されていたのではないかと推測されています。また遺跡の近くでね、鹿、ガゼリやイノシシの骨が見つかっており、これは先ほど話したように狩猟採集民族であったということが立証されました。従来の考えでは文明の始まりはまず農耕が始まってね、その農耕コミュニティみたいのができて、でその周りに、町とかができ始めて、社会構造がね構築されていった感じじゃないですか。様々な信仰を持ち、巨大な寺院や建物を建設するために協力し合ったというのがね定説なんですけど、ギョベクリテペは農耕に先立って宗教や儀式といった概念を人間が持っていた可能性を示唆していて、人間の文明がどのように始まったかというこれまでのね常識を覆す歴史的発見なんですね。よく考えてみると確かにすごいよね。なんかね、自分たちの生活を物理的にね豊かにすることよりも、その目には見えない力を信じて、そういったね宗教施設、神殿なんかみたいなのを作っていたと。よくわかんねえわ、確かに。なんやそれ。あくまで推測ですけど。そしてギョベクリテペの遺跡はまだ発掘されていない部分が多く、地底にはね現在見えている50倍の遺跡が存在している可能性があるとシュミットのチームは推測しています。またギョベクリテペの中にある建造物と無数の石柱は、幾何学的な知識を用いて建設されたような跡が見られました。中でも最大直径約20メートルの円形の囲いが3箇所存在し、この円形の囲いのくぼみには石柱が立ててあるんですけど、このくぼみに立てられた柱の位置関係を分析してみたんです。するとまず3箇所のうちの2箇所を直線で結び、その直線を底辺として垂直に線を引いた先が残りのくぼみの1箇所に当たるように設計してあることが分かったんです。そしてこれら3箇所の柱で作られていたのは紛れもない正三角形だったんですね。他にもね、巨大な石で囲ってあるような構造物や高さ 5.5 メートルもある石柱が数多く存在していることから、このギョベクリテペが建設された時代にはすでに正確な図形を設計できる幾何学と建設に関する知識を持った人物や文明が存在し、まさにギョベクリテペはそれらを用いて計画的に建設した建造物だということを表しているということなんですね。こうなんか紙に書いたね設計図みたいなのを広げた人がいて、ね、現場指揮官みたいな人もいてね、これはこうすんだよ、ここはこう運べみたいな感じで、わかんないよ、棒でね床に土のところにね書いていたかもしれないけど設計図を、わかんないけど、とりあえずすげえロマン感じるよね。ただもう一度ね言いますけど、紀元前8000年からね約1万2000年前はまだね設計時代なんですね。もし本当に当時の時代でこういった幾何学的な設計図を立ててね、こういったね遺跡を作ることができたのならば、考古学者がね考えるその旧石器時代のイメージとはね、ガラッと様子が変わってしまうんですね。まずギョベクリテペの作りから儀式の場、または神殿、どんな形であれ何かしらね当時の人々が集まっていたことが考えられます。しかし人類学や考古学の観点から、人間が何か大きな建造物を建てるには単純な思考のプロセスではなくね、もっと複雑な思考のプロセスが必要になった時だと考えられています。それはね、農耕といったね四季を感じ取り、季節を考え理解し、作業のタスク化、それらをね全うできる位置でのね定住化など、そういった生活が始まって、初めて季節や雨季に信仰が生まれ、リーダーとなるものの存在や崇拝が生まれたとされているんです。でも動物の群れの中でも当然リーダーみたいな人が存在するじゃないですか。なのでそうなってくると、狩猟時代でもね、なんか特別ね大きなものを作ることは可能だったんじゃないのって思うじゃないですか。それに対して、大きなものを建設するだけではなくね、その建造物の意味はね、設計、建設作業の際に用いる道具や人員の用意、指示をするといったプロセスは、やはりねある程度の思考プロセスが発達していないと難しいというんですね。そもそもね、ギョベクリテペがある場所は当時そこで大きな川や水脈がなかった地域で、仮にすでに農作が始まっていたとしても、その場所で農作をするには適さない場所だったんですけど、これにもね懐疑的な見解があって、まずギョベクリテペに建ててある石柱に使われている数十トンもするね巨大な石は、ざっと500人以上もね、最大ね1000人ほどの人間が必要だったと考えられているんですね。仮に1000人いたとしても、これどうやって作るんですかね。紐をね石にくくりつけてみんなで引っ張っていたのか分かんないけど、紐切れそうだけど、
そしたら、まあ、わかんないけど500人から1000人いたらなんかまあ町を作れるレベルではありますよね。しかしギョビクリテペ周辺には川はありませんでした。農作もできません。ということはね、人が定住に向かない場所だったんですね。しかも人々は狩猟しているので移動し続けます。そうなんです、このギョビクリテペがある場所一帯には500からね1000人もの人々が住んでいた跡や人が生活していた跡は何一つ見つかっていないんです。じゃあ当時の人はねどうやってこれ本当にね作ったのか、どうやってねここまでのね人を集めることができたのか。考古学者のチームがね出した答えは、一つの狩猟種族が建設したものではなくね、いくつかの狩猟種族がその場に集まってギョビクリテペを建設したと結論付けたんです。実際 200km 離れた集落からギョビクリテペに類似した小規模の遺跡が発見され、ギョビクリテペにあるのと同じような石柱もあったことから集会場所のようなね役割を持っていたのではないかと考えられているんです。まあでもね、周りに何もないとこにこのいろんな種族が集まって、この幾何学的にすごいね建造物を設計したっていうのはまあなんか考えられなくて、さすがに。でももちろんそうですよね。考古学者も結局このさっきの説出したけど何も解決になってないですね。ギョビクリテペという目の前にある物理的なものと向き合うと、狩猟時代に一種の宗教がすでに始まっていたとしか考えられないんです。ただ狩猟して群れて生活していた種族ではなく、遺跡を作るような種族。まあすごい今更なんだけど、この放射線炭素年代測定法ってね、これどれだけ正確なんですかね。なんかいろいろ調べたら確かなんか 2.5 万年前ぐらいまでね測定できるとか記事で見たんですけど、これが本当狂ってたら全てバーですからねこれなんか詳しい人教えてください、考古学に詳しい人。これ本当にね有力なのか、この放射線測定年代のまま分かんねえ。まあ彼らはじゃあ何のためにねギョビクリテペを作ったのか。まずギョビクリテペのような大掛かりな建造物を建てるには、多くの種族を一つにまとめ支持するある種のリーダー的な存在がなければ難しいですよね。しかもそのリーダーは建造物の意味や建設方法を理解してなければ難しいはずです。何よりねギョビクリテペの構造を見ると、神殿もしくは何か儀式的な場所を意味しているかのようなね建物と推測されているんです。ただここでもね考古学者たちの常識と辻褄が合わないんですね。あの神殿とか儀式とか信仰とか宗教とかそういったものってね、まさにね農耕時代のものだとされているんですね。まあ一旦ねその常識どっか捨てられないですかね考古学者ってただ神殿や宗教というものにはねリーダーの役割を担う、まあいわば神官の存在があるんですけど、まあ確かにね狩猟時代に神官みたいな人がいたらちょっとなんか違和感ですよね。なんかそれはちょっと想像できない的な。なのでまあやはりね農耕文明の前にね宗教とか言ってそういったものが存在していたのか。なんとギョビクリテペでは複数の頭蓋骨が見つかっていて、その頭蓋骨にはね直線状の深い溝がくっきりと掘り込まれていたんですね。この頭蓋骨は何を意味するのか。ドイツ考古学研究所の人類学者ジュリア・グレスキー氏がこれら頭蓋骨に刻まれた溝を特殊な顕微鏡を使い詳しく分析したところ、頭蓋骨につけられた溝は火打ち石で意図的に刻まれたものだと判明したんです。このことからギョビクリテペで発見された頭蓋骨に刻まれた溝が意味するものは文化的に特別な意味があったことを示す証拠となるとグレスキー氏は言うんですね。また石柱に描かれた頭部のない人物や人間の頭部をかたどった石像など、この遺跡からのね出土品は図像学的に頭蓋骨を強調しているのです。彼曰くまさにこの場所で世界最古の頭蓋崇拝のようなことが行われていたということになるんですね。また他にもギョビクリテペでは頭蓋骨の他に頭部やね口がない人の形と思われる石像がいくつも発見されているんですけど、これは生贄信仰があったことを意味しているのではないかと考えられています。もしくは日本のね土偶のようなもので人の形をした石像の頭部や口を意図的に作らないことにより生贄の代わりとして作られたものと考えられています。その中でも不思議なのがギョビクリテペから見つかった石像の手の彫刻。この手の形を持つ石像は世界に散らばる他の文明の遺跡でもね同じようなものが多数見つかっていて、イースター島のねモアイ像とか、ボリビアのねティアワナコ遺跡の石像、コロンビアのねサンアグスティン遺跡の石像、カンボジアのアンコールワットの石像などね、どれも腕のような形が像のお腹あたりを包み長い指がついていますよね。中にはね洋服のようなものを身にまといベルトのようなものがついた石像もあります。なんで時代も場所も違うのにここまで似た石像が見つかるのか、本当不思議でしょうね。ユングで言うね集団的無意識的なものなのか、まあ、あるいは皆
同じものを信仰していたのか。そして世界最古の人型の石像と言われるウルフマン、ウルファという地域で発見されたことからウルファと呼ばれていて、遺跡から10キロほど離れた場所で見つかり、紀元前9000年頃に作られたと言われています。素材は砂岩で高さ 1.8 メートル、目がくっきりと彫られていて、目の部分は黒曜石という火山ガラスからできているとのことです。なぜか意図的に口が描かれていなく、下でね手を組んでいるようにも見えますよね。先ほど紹介したイースター島で見つかっているモアイ像でもこの黒曜石が目に使われています。まあ、ウルファマンはやりすぎ都市伝説で宇宙から飛来してこの人類にね英知を授けた存在みたいなことで紹介されてましたよね。まあ、確かになんかあの襟がね宇宙服みたいには見えるけどそもそも学者の常識からかけ離れた時代にそぐわないギョベクリテペは本当に人類が考え作り出したものなのか、そんな疑問の声も上がっているんです。人々の生活した痕跡も建設に使った道具さえ見つからない、すなわち何かしら未知の文明の技術によって作られた建造物、これらは全て宇宙人が作ったと信じたくなるも、まあ、無理ないですよね。ただもちろんね現実的な見解も存在していて、ギョベクリテペの石柱は今はねバルチャーストーンと呼ばれ、人の形をしているのはもちろんなんですけど、石柱にはライオンや牛といった様々な哺乳類のねレリーフや、他にも蛇などの爬虫類、サソリやクモといった昆虫、そして鳥などが描かれているんです。特にイースター島のモアイと共通したハゲワシが多く描かれていて、これは彫像文化があったからだとされているんです。さらにギョベクリテペは鹿や今や絶滅した牛の一種であるねオーロックスなどの骨も見つかっており、当時のアルコール飲料が入っていたとされる器も出土しているんです。まあ、そうなってくるとやはり狩猟種族が集まっていた宗教施設なのか、まあ、集会場みたいな場所っていう考えが一応現実的なんですね。もしかしたら生活に適さないとされていた場所ですが、1万2000年前のねギョベクリテペ周辺には豊かな森がね広がっていたかもしれませんしね。しかし研究者たちはこのバルチャーストーンに描かれた動物たちに意味があるのではないか、そして建ててあるバルチャーストーンもただ幾何学的に配置されたものなのかというところにも注目しました。すると牛やサソリ、魚といったまさにね星座に用いられる動物たちが彫られていることを見つけ、ここからイギリスエディンバラ大学の研究チームによって判明したのは、ギョベクリテペに立つ石柱に彫られていた動物とその位置が約1万3000年前の星座が表す動物と配置と一致することでした。そしてちょうどその頃地球ではヤンガードリアスと呼ばれる氷河期が始まったとされる年でもあるんです。この事実からギョベクリテペのバルチャーストーンに残されている彫刻の解読を進めたところ、このヤンガードリアスの氷河期が起きた原因は彗星の衝突で地表の塵が舞い上がり地球上を覆ったことが原因であると可能性が出てきたんです。そしてもう一つ、マンモスの絶滅もこの時期と一致していることから、ギョベクリテペは彗星が衝突した後に当時の人類が彗星衝突の物語を受け継ぐ場所として建設されたと考えられているんです。ただギョベクリテペの建設後恋に埋められたということが判明していて、まあそうなってくるとねその後彼らはねどこに行ってしまったのか、なんで破壊あるいはね埋めたのか、そのことが謎のままなんですね。ギョベクリテペの言葉自体も太鼓原の丘という意味で、埋められた後に丘になるようなね怪物を丘のように積み上げていったようで、それが故に遺構が後世にまで残るようになったようです。またこんな面白い説もあります。古代ギリシアの哲学者プラトンはこのように話しておりました。1万1600年前に大地震と大洪水が起こった。悪夢のような一昼夜のうち戦える男たちは全員が大地に飲み込まれ、同じくアトランティス島も海の底に姿を消した。ギョビクリテペやアトランティス文明の時期が同じだとすれば、これらは隕石衝突や氷河期を乗り越えた人々の子孫が残した文明の形跡なのかもしれません。なんか急にロマン爆上げでしょ。ほんとこういうこと考えると古代遺跡って面白いよね。なんか最近ねメインで、ね、縄文のね動画出してないですか。で縄文を調べてて、で今度はねギョベクリテペ調べて、なんかもう僕の中ではもう古代遺跡今激アツなんですね。本当になんかやっぱね僕たちこの考古学者とかが作り上げたこの定説常識がまあやっぱ彼らには当てはまんないんじゃねえっていう、まあ、この常識そもそも一旦忘れてなんか新しい考え構築しねえっていう気持ちになるよね。やっぱみんなはどう思いますかね、このギョベクリテペとか縄文の時代とか。まあ確かにねなんか僕たちがロマン膨らませてるだけで現実的な見解はまああるかもしれないけど、とはいえどね今実際に学者たちも理解できないことも多いから、まあね自由にねそこは発想膨らませてもいいんですよね、うん、まあみんなもねどうかこのロマンにねついてきてください。はい、それではね皆さんご視聴ありがとうございました。